皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ。皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。吉高由里子が主演を務める大河ドラマ、光る君へ NHK 総合。本作は、平安時代中期を舞台に源氏物語を執筆したことで知られる女流作家、紫式部の波乱万丈の人生を書く。早速、第47話の物語を振り返る。文 野原真理子、あらすじキャスト解説考察評価、写真、ついに最終回目前、豪華キャストたちの貴重な未公開カットはこちら、NHK 大河ドラマ、光る君へ、劇中カット一覧、美智子の尋問に戦々恐々、異国の賊に襲われ、あっという間に戦に巻き込まれてしまった真宙、吉高由里子、敵の矢に当たった襲名、松下洸平、 が倒れまひろは泣き叫ぶが、おとまる、矢部太郎によって戦場から連れ出された。その頃朝廷の藤原頼光渡辺圭介のもとに高家、龍政寮、カラブンが届くが、存在な対応だった。メス助、秋山隆二は命を懸けて戦う高家のもとへ武者たちを差し向けることを提案するが、公家たちは我関せずといった様子で、 これには、実助も怒りをあらわにする。だが、敵を追い払ったという知らせを受け、実助と道長、江本スクは安堵した。そうして、ヒロは都に帰郷する。久しぶりに顔を合わせたヒロと道長は時が止まったように見つめ合った。そこへ女房が友子、黒木花、がヒロを呼んでいると知らせに来る。美智子はにこやかに、そして唐突に、 不運に見舞われた真宙の過酷な旅を書いた第47話一方で真広のピンチを救った乙丸のセリフに注目が集まった誰よりも側にいながら寡黙な乙丸の繰り返される「帰りたい」「帰りましょう」この大川一番笑えて一番泣いた「帰りたい」帰りたい「帰りたい」会いたい「帰りたい」お「会いたい」「帰りたい」「乙丸ナイス」 音丸さんの一世一代のダダこねに泣いてしまう。音丸の号泣をお願いときぬにくれないを渡すシーンよかったな。など、人間らしくて思わず笑ってしまうが、なぜか胸を打たれてしまう視聴者が続出していた。そしてラストでは、とも子による尋問に心臓がつかまれるような思いを抱かされた。どうやっても道長の愛が手に入らないと知った今。 紀子はひろからどんな内容が語られても心が乱れたりしないんじゃないかな。ひろを責めるつもりはなくて、手に入らなかったそれがどんなものなのか知っておきたい、という気持ちはあると思う、とも子さまからすると、ひろを、一人の男を支えきった戦友のように感じているんじゃないかな。あ、やっぱりとも子さまの答え合わせなの。それであなたと殿はいつから、私が気づいていないとでも思ってた。 とも子様が最強すぎます。など、とも子の思いに対する考察が見られた。次回、いよいよ最終回を迎える、光る君へ、光る消えが来週ついに最終回か。やだー、終わりたくないよう、見たい見たい、まだ見たいのを、お泊まるりに叫ぶ、最終回どうなるのかな、泣いちゃいそうで怖い、イプシロン、く、など。 最終回を惜しむ視聴者による悲痛な叫びが投稿されていた。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。